はい、こんにちは、RWS 新潟校代表の高コーチと相馬コーチです。はい、今回は相馬コーチっていうやつに入ってもらって、以前周コーチが、見せてくれたドラッグシザーズキャンセルのように、コーチも新しい3文字の、技を紹介したいです。はい、その名も NCC でございます。はい、この NCC、はい、わかります ?DCC じゃないよ。何じゃん、これ T だっけ。どこ、バカなのびっくりした、みんなバカなの。ネイマールチョップキャンセルでございます。はい、ネイマールチョップ、ご存知ない方は、RWS、のチャンネルで、紹介されてると思うので、ぜひそちらから、見てください。はい、早速やっていきたいと思います。見た。はい、今のが、ネイマールチョップキャンセルです。NCC、と名付けましたが、もうすでにここで、改名します。TCC です。高橋チョップキャンセルです。ありがとうございます。はい。これは、ネイマールチョップ、さっき、動画で見てくださいって言ったんですが、ポイントだけ説明したいと思います。はい、ネイマールチョップは、ロールして、左足で止めて、ジャンプして、今ロールした方向に、逆方向に、はい、これがネイマールチョップです。で、さらにそのボールを、次はまた右足で、足の裏で、引っ張っていきたい。はい。で、これは、まず、ネイマールチョップ、ロールして、こっちに風を止まらせる。止める。で、また逆に行く。そのボールをさらに引いて、カットインしていく、技となった。今、右サイドカットインとして、今、説明しましたが、例えば、ディフェンスがこちらにいて、ネイマールチョップをして、左サイドの、突破でも、有効的な技になってます。ですので、どの局面でも大丈夫です。使ってみてください。はい。NCC から TCC へ。はい。この技。TCC から。ないから。TCC からはないから。ないから。うん。NCC から TCC だから。はい、この技 TCC めっちゃええやんと思った人は、いいねとチャンネル登録お願いします。そのチャンネル登録が僕たちの力になります。どうもありがとうございました。